アイレ島は、地中海西部のバレアレス海にある、バレアレス諸島に含まれる小島。アイレ島灯台、メノルカ島の南東岸にあるサントリウイスの沖合にあり、スペインバレアレス諸島州山と、リウイスの自治体域に含まれる。面積は0.34平方キロメートルであり、周囲長は3.3キロメートルである。最高標高地点は15メートルであり、この丘にはアイレ島灯台が立っている。 1860年には最高標高地点である、標高15メートルの丘にアイル島灯台が完成した。先端部は標高53メートル地点であり、灯台自体の高さは38メートル、高原の高さは35.3メートルである。1977年に、イビサ島のムスカルテル灯台が完成するまで、バレアレス諸島で最も高い灯台だった。 1974年には自動点灯設備が導入され、1976年にはそれまで常駐していた灯台守が廃止された。内部には165段の階段が設置され、外観は白色と紺色で縞模様に塗られている。18回りの距離を照らすことができる。この灯台はメノルカ等の周囲に設置された7本の灯台の一つである。 サルガンターナネグラ人間によって他地域から持ち込まれたウサギが約300匹生息している。粘液種への免疫を発達させた結果、近年には個体数が増加傾向にある。バレアレス諸島にはトカゲの固有種であるパドルシス・リルフォーディが生息しており、この種は絶滅危惧種に指定されている。パドルシス・リルフォーディは27の亜種が確認されており、 アイレ島にはパドルシスリルフォーディーリルフォーディが生息している。メノルカ島ではサルガンターナネグラとして知られる、このトカゲは周囲に溶け込むために皮膚の色を変化させることができる。この進化を遂げたトカゲの免疫システムに影響を与えることを考慮し、アイレ島への上陸を許される人間はごく少数にとどまっている。アイレ島はトカゲ島という愛称を持っており、 サントリースのプンタプリマにあるリゾートはこの愛称を活用している。ありがとうございます。